毎度どうも、アイキーでーす。本日の動画のお題はこちら、レジェンド鳥山明先生その奇跡と題しましてですね、レジェンド漫画家の鳥山明先生についてお話ししたいと思います。というのもですね、この動画を見ていただいている方のほとんどはご存知かと思うんですけれども、この3月1日にですね、鳥山明先生が急性硬膜下血腫により他界されてしまいました。世界中の多くの人々に勇気と希望を与えてくれた鳥山先生にご冥福を祈りたいと思います。そんな鳥山先生にですね、哀悼の意味を込めまして、いかに素晴らしい漫画家であったかということを動画にしたいと思います。鳥山先生の数々の作品と一緒に奇跡を振り返って見てみましょう。まずは鳥山先生がどうやって漫画界に入ったかというきっかけから見ていきたいと思います。意外にも鳥山先生の漫画界の参入は結構遅くてですね、そもそも漫画家を目指していたわけではなく、高校卒業後にデザイン会社に就職し、そこで働いていたわけなんですけども、そこから漫画界に入ったきっかけというのがまさに金欠でございます。このデザイン会社をですね、3年間勤めた後に退職されているんですけども、その後仕事がなかったためにですね、とても金欠でどうやっていこうかという時に、偶然週刊少年マガジンの新人漫画家を発掘するコーナーでですね、賞金50万円というのを見つけまして、それを応募することでですね、50万円獲得しようということで、初めてストーリー付きの漫画を描き始めたというのがきっかけとなっております。結果的にはですね、マガジンの応募賞には、間に合わなかったんですけども、たまたまその時にですね、毎週その新人発掘のために、週刊少年ジャンプが賞金10万円でですね、漫画投稿を呼びかけていたので、今度はそれに向けて自分の書いた作品を応募していきました。まさにこれがですね、鳥山明先生と週刊少年ジャンプの出会いだったわけですね。結局ですね、その最初に応募した作品は賞を取ることができなかったんですけども、逆に、それがきっかけとなってですね、この鳥山先生は意地になって、この漫画を描くという世界に突き進んでいくことになります。結果それがですね、伝説の漫画家、鳥山明を生み出したというわけですね。さて、そこから約3年しましてですね、ついにドクタースランプという週刊連載を始めます。まさにこのドクタースランプはですね、アニメ化もされましたし、んちゃバイチャーなどのあられちゃん語が流行するなど社会現象まで巻き起こしました。鳥山先生はね、漫画を描き始めたのは結構遅かったわけですけども、描き始めてからですね、一気に人気作家へと駆け上っていったわけですね。さて、しばらく続いたですね、このドクタースランプの連載をそろそろ終わらせたいなと考えた鳥山先生ですが、その時ですね、編集の方と相談したところ、連載終了後3ヶ月後に新作を描き始めるんだったら終わってもいいよということでですね、ドクタースランプの連載を終了して、次の新しくなる作品を、急ピッチで作ってですね、発表することになりました。これがですね、この先世界中に人気となりました、ドラゴンボールになるわけです。ところがですね、このドラゴンボール、実は連載当初はあまり人気がなくですね、この週刊少年ジャンプの人気投票でもいつもこの下位の方をうろうろしているという作品だったんですね。そんなこのドラゴンボールがですね、だんだんとバトル重視に、路線変更していくことによって、どん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 と人気が高くなり、天下一武道会編でついに読者アンケート人気1位を取り、なんとそこから連載終了するまでずっと首位の座を守り続けるというとてつもない記録を打ち立てております。そんな伝説級の人気作品となったこのドラゴンボールなんですけども、これまた今度やめるにやめられなくなってしまうわけですね。それもこの作品なんですけど、あまりの人気にアニメにゲームに関連グッズ作品など、日本だけにとどまらず、世界中に様々な会社、企業や人々が関わる、もう一大ビジネスになってしまったわけですね。それを突然作者本人のね、意向でやめてしまうことは、世界中のあらゆる関連企業にですね、経済的打撃を与えてしまうということで、この連載をどうやって終了するかということも、この各種企業のお偉いさん方がですね、会議に会議を重ねることによって、ようやく連載終了の落としどころを見つけて連載終了に至るということになりました。そんなとてつもない作品を生み出した鳥山先生なんですけども、実際にどういった点が具体的にすごいのかということを見てみましょう。まずその鳥山明先生の何がすごいかと言いますと、やはり
圧倒的画力ですね。漫画の神様である手塚治虫先生もちょっと上手すぎるよねというほどにすごい、その画力。どこがどのようにすごいのか見てみましょう。こちらの絵をまず見ていただきたいんですけども、確かこれはドクタースランプ第1話の表紙だったと思うんですけども、この絵を描いたのがですね、デビュー当時だいたい25歳ぐらいの時の鳥山明先生なんですけども、この時点でこの画力とんでもないですね。まずこのね、絵の特徴を見てもらいたいんですけども、基本的に鳥山明先生の絵はまずリアル調から始まってるんですね。例えばこのヒゲの描き方だったりとか、歯並びだったりとか、タバコの加え方だったりとか、この辺見てもらうと全体的にリアルを追求した絵をまず描かれています。そこに合わせてですね、この口の広がり方とか、例えばこの汗の描き方なんかは完全に漫画用のデフォルメなんですよね。この当時リアル調で漫画を描いている先生といえば、大友先生ですね。あのアキラという作品を生み出した大友先生なんかは基本的にリアル調で描いてます。大友先生が漫画を描くと、もう最初から最後まで全部リアル調で完成されたシリアスな漫画になりがちなんですけども、この鳥山明先生はリアルの絵の中にデフォルメを入れるのがとてつもなくうまいんですよ。これが他の作家さんには真似できない特徴ですね。例えばこの今見てもらったこの絵もそうなんですけども、この全体のリアル絵の中にデフォルメした顔のパーツがあることによって、この横にね出てくるアラレちゃん、二頭身の明らかに漫画的なキャラクターがすごいマッチしている、違和感がない状態で絵が描けるということです。他にも鳥山先生の絵といえば、やはりこういうメカデザインですね。メカのディテールがすごすぎます。この絵もね見てもらいたいんですけども、もちろんメカ部分のこの緻密さ、とてつもなく凄さが分かってくると思うんですけども、これに合わせてですね、ここに登場しているこのブルマの顔を見てもらいたいんですけども、まあ、横側のね、絵だと思うんですけど、横側の輪郭の一部が眼球で描かれてるんですよ。これが他の漫画家さんはね、描けないんですよね。これがやっぱ鳥山明先生の絵のうまさなんですよ。この画力に関してはもう数えきれないぐらい伝えたいような素晴らしい絵がいっぱいありますね。他にも僕のお気に入りといえばこれですね。クロノトリガーというね、あのゲームの、あの場面の絵なんですけども、このね、絵を見た時のワクワク感がすごいですね。もう当時でも覚えてますけど、これ見てるだけで何時間も楽しめるようなワクワク感が感じられる。そんな素晴らしい絵を描いてくれるのが、鳥山先生の画力の凄さとなってるかなと思います。さあ、続きましてですね、もう絵の凄さは今散々お伝えさせていただいたと思うんですけども、それに合わせて、もう鳥山先生のすごい点なんですが、漫画的アイデアがね、とてもすごいです。もちろんこの絵の凄さから来る漫画の描き方、構図だったり、それらもすごいんですけども、実際の漫画の内容でですね、描かれている設定だったり、新しいものを生み出すっていう点もとてもすごいです。で、僕が一番注目したいなと思っているのが、この当時人気の漫画で言いますと、例えばあの、キン肉マンだったりとか、また他にもね、セイントセイヤだったりとか、まあ、いろんなヒーローがいると思うんですが、ほぼ全てのヒーローが、みんな、必殺技を持っているわけですね。で、その必殺技が基本的に肉弾攻撃なんですよ。例えば筋肉マンであれば、まあ、いわゆる必殺技プロレス技なわけですね。で、セイントセイヤは、まあ、パンチなんですよ。でも仮面ライダーだってキックなわけなんですよね。そこに来て、この鳥山明先生が出したのがカメハメハです。この体内に内在するエネルギーを体の外に放出するという演出を漫画上でここまで見てる読者に受け入れられる形で出したのが鳥山明先生の凄さですね。これを機にあらゆる能力バトルの中でこのエネルギーを体の外に出すという行為が至極当たり前のように描かれるようになったわけなんですよ。ここがすごい点ですね。もちろんね、鳥山先生が一番最初にそれを採用したわけではないんですけども、そういった今まで当たり前としてね、描かれてこなかった内容が、みんなに受け入れられるっていう世界観を構築したところが、鳥山先生の漫画的表現の凄さだと思います。さあ、続きましてお伝えしたいのはですね、この鳥山明先生のキャラクターデフォルメがすごいという点ですね。まあ、これ自体もね、先ほどお伝えした2つの点の延長線上にあるかなとは思うんですけれども、そのキャラクターを生み出してデフォルメ化するという能力がとてつもなく高いおかげで、このようにとんでもない素晴らしいキャラクターを生み出したわけなんですよ。まあ何かと言いますと、日本の国民的 RPG であるドラゴンクエストですね。
ドラゴンクエストのキャラクターデザインもこの鳥山明先生が担当しています。まあ、ドラゴンクエスト自体はですね、堀雄二さんという方が生みの親なんですけども、この堀雄二さんがですね、このドラゴンクエストを作った時にいろんなモンスターのね設定を考えまして、それを鳥山明先生に渡して実際にキャラクター化してほしいという依頼を回したわけなんですね。そこで見てほしいのがね、もうこれです。これがまず堀雄二さんが提案したスライムというモンスターのデザインですね。この当時ですね、まあ、スライムというのは、まあ、いわゆるドロドロ、ぐちょぐちょのアメーバ状のモンスターなわけなんですよ。まあ、要は決まった形のないゼリーのような、まあ、モンスターですね。で、こういった強的にキモい見た目をしたモンスターだったんですが、これを鳥山先生にお願いすると、こうなります。はい、皆さんおなじみのこのプルンとしたスライムちゃんですね。世界中でキモくてぐちゃぐちゃなモンスターとして描かれてきたスライムが、この時点でみんなに愛される可愛いキャラクターとして生まれ変わったわけですよ。まあもちろんね、今ではですね、もう日本人にね、まあ、スライムといえばこのキャラクターをまあほぼほぼ思い浮かべるんじゃないかというぐらい、まあ、当たり前に浸透した形になりましたんでね。まあその後出てくるね、いろんな作品を見てもらってもですね、スライムと名が関して出てくるモンスターは大体こうプルンとした形の球状だったりするようなデザインで描かれることが多くなりました。鳥山先生がですね、このスライムという概念を作ったおかげでですね、それ以降のあらゆる作家さんがですね、それを可愛い雑魚キャラクターとして利用することができるようになったわけですね。そして最後に言いたい鳥山先生のすごい点なんですけれども、まさにこの鳥山先生の存在とドラゴンボールという作品がですね、本当の意味で世界を変えてしまったわけなんですね。まだ当時はですね、漫画だったりアニメだったりっていうのは基本的に子供が見るものとして一般の方は思ってるわけなんですね。で、日本ではですね、世界よりももちろんこの漫画やアニメっていうのは受け入れられてはいましたけれども、今と比べるとやはりもっと子供向けのものだとみんな思っていたわけですし、日本以外の国に関してはより子供が楽しむものであって大人が見るものではないというのが当たり前の世界だったわけなんですけども、そこに来てこのドラゴンボールという作品がですね、世界中のみんなのそういった概念をぶち壊したわけですね。あらゆる世代のいろんな人たちを魅了したことによって、漫画やアニメは誰が見てもいいんだよと、大人も楽しんでいいんだよという価値観を生み出したわけなんですよ。まさに世界に漫画とアニメという市場規模を大きく切り開いた第一人者というわけなんですね。だからこそ鳥山明先生は世界でもレジェンドと言える存在なわけなんですね。さて皆さん、今日は鳥山明先生についてお話しさせていただきました。もう今の時代的にですね、このドラゴンボールの原作漫画を読んだことないという方もだいぶ多くなってきたと思いますし、この先日のですね、鳥山明先生が逝去されたというニュースを通じてですね、世界中のあらゆるメディアだったりとか、例えば大統領だったり首相だったりとか、とてつもない、まあ、地位のある方だったりとかね、すごい方たちが鳥山明先生に対する哀悼コメントを出すなど、なんでそんなことがね、起こってるんだろうと疑問に思っていた方も、この動画を見ていただいたことで、あ、鳥山先生ってそんなすごい人だったんだと、いうことがね、少しでも伝わっていれば、私、超越至極にございます。さあ、できればですね、これを機に今まで触れたことない方も、ぜひ一度、鳥山の作品に触れてみてください。今回は初めてですね、漫画家先生に焦点を当てた動画を撮らせていただきましたけども、今後もですね、時々漫画家にフォーカスした動画を皆さんにお伝えしたいなと思っております。いやー、漫画家って本当にすごい人たちですよねー。それでは皆さん、さよなら、さよなら、さよなら。